ペンダコ。こんにちは、ペンダコチャンネルです。先日インスタグラムで質問を募集しました。たくさん送ってくれてありがとうございます。どの質問にもできるだけ答えていきたいと思っています。今回は送ってもらった質問の中からこの質問に答えていきます。質問内容は、ルチリザーションでクリップスタジオパラメトルでボーパーシューブプレ、設定って自分が使いやすいように一度調整しておけば、あとは気持ちよく作業に専念できます。自分の作業机を整えるようなものですから。授業で学生さんに相談される悩みが、実はクリスタの設定を見直して調整し直せば解決なんてことも実際あります。ただ初めのうちはどうやって調整したらいいのか分かりにくいですよね。なので今回は3分で一緒に設定をしてしまいましょう。僕はクリップスタジオを漫画用に設定しているので、こんな人におすすめです。漫画を描く人、まあもちろんですよね。今までアナログで作業してきた人、デジタルとアナログのギャップを少なくするための設定をしています。なのでこれからクリスタを使いたい人にも参考にしてほしいです。いや別にいいよ、早く絵を描きたいって気持ちもわかるんですが、3分だけください。このチャンネルでは僕の経験を踏まえたみんなに役立つ情報をお伝えしたいと思っています。チャンネル登録、高評価、マジでいつもありがとうございます。はい、では、設定していきましょう。皆さんもクリップスタジオを立ち上げてください。ペンダコ。はい、クリップスタジオは開けましたか？では始めていきます。まずはフィッシェを押して、プレファレンスをクリックしてください。 Mac の人はクリップスタジオと書かれているところを押して、プレファレンスを選んでください。押すとこんなウィンドウが出てくると思います。この中のレグル、ユニテというところを選んでください。ピクセルになっているところをミリメートルにします。これでクリップスタジオに使われている単位をピクセルからミリメートルに変更することができます。次にすぐ下の項目をクリックしてください。ここでレゾリューションダフィッシャージという項目があります。このパラメートルをクリックしてください。すると新しいウィンドウが出てくると思います。このメモリはスライダーを使って大きさを変更することができます。画面に実際に定規を当てて、このメモリと定規の2つのメモリを合わせてください。メモリがあったら OK を押してください。この設定をしておくとクリスタでも実寸サイズで原稿を表示できます。次にフィッシェという項目をクリックしてください。この一番上の項目にチェックを入れてください。これはソフトがクラッシュしたり、パソコンの電源が切れてしまった時のためにソフトがファイルを自動で保存してくれます。下の数字は何分ごとにその自動保存をするか指定できます。私は20分に1回自動で保存するように設定しています。 Windows と Mac で保存先がそれぞれ違います。それぞれの保存先はこの通りです。また Windows はバージョン 1.1013 から保存場所が変わっています。このウィンドウでやることは以上です。 OK を押してください。次は漫画を描くためのファイルのフォーマットについて解説します。フィッシェからヌーボー、これをクリックしてください。このアイコンをクリックします。あらかじめ用意されているこのプリセットを使います。これがプロが使用している漫画設定です。基本このプリセットを使います。アナログで使われている原稿用紙が B4 サイズなので間違って B4 を選びがちですが、このパブリカーションコマーシャルというのを使ってください。ファイルを作成します。このような画面が出てきますね。漫画を描くためのガイドがすでに設定されています。この一番大きな枠の外側を塗りつぶしておきましょう。なぜならその部分は作品が本になるときには印刷されない範囲だからです。こうすることで完成した状態を意識しやすくなります。それに書く必要のない場所を無駄に書き込んでしまわないように注意することができます。原稿が完成したらこの表示を消します。上のメニューのアフィッシャージュから対応でアンプレッション、印刷サイズに表示するを選びましょう。こうすることで実際の漫画原稿と同じサイズで表示しながら作業を進めることができます。以上で終わりです。ペンダコ。はい、設定お疲れ様でした。漫画用に設定していますが、実寸で表示する機能はイラストを描いてグッズを作る人にも役立ちます。
自分の絵がどんな大きさで仕上がるか確認しながら作業ができるからです。この設定はアナログとデジタルのギャップを埋めることを重視しています。少しでもみんなが気持ちよく作業する手伝いになっていたら嬉しいです。さらに自分の使いやすいようにツールの位置を調整したりウィンドウを変更したりするんですが、今回は解説しません。もっと他にも知りたいことや質問がある人はコメントしてください。チャンネル登録、高評価、いつもありがとうございます。マジで感謝してます。それでは次の動画でお会いしましょう。アビアント。